うちの長男せいやがむっちゃ好きで、このよく駄菓子屋さんに2、30円のちっちゃいカルパスが売ってるの知ってます？あれをせいやはパパとコンビニに行くと箱の中のゴスゴって持ってきて、パパだって食べたいって持ってくるんですけど、せいやの部屋に次の日に行くとめっちゃ散らばっとんじゃないですか。いいねんけど片付けるよね。まあそこだけが難点かな。最近は言ったら片付けるようにはなってきましたけど、俺も一人暮らしの時そうやった。食べたら後で片付けるからいいやいいやっつって、こんなんなってからあたまりすぎた、家変な匂いするみたいなそんな時期もあったから、きっと男の子はね、まあ、そんな風なタイプが多いのかなと思っております。せいやが一人暮らししたら3日に1回ぐらい